もう11時半か。どうしようかな。もう、気づいたらこんな時間やしな。今日も、なんか適当にクソゲー探して、やるか。なんかいいの見つかったらいいな。とんでもタイ語。どうもパパです。とんでもタイ語。やっていきたいと思います。はぁ、言うてな。これでいいんかな。あ、そう、これギザギザハートの子守唄。これをタイ語にしていく。から、チリチリパーマかな、この感じだと。チリチリパーマ。これもう文字でわかるやん。チリチリパーマの鎮魂歌。レクイエム。やばすぎ。どういうこと？チリチリパーマの。元々のことは忘れました。まあいいや。綺麗な顔してるだろう。嘘みたいだろう。死んでるんだぜ。生きてるとは思えないくらい。綺麗な顔してるだろう。嘘みたいだろ。死んでるんだぜ。生きてるとは思えないくらい、ブサイクな顔だな。ブサイク、じゃない？オッケー。生きてると思えないくらいブサイクだな。そういうことね。ブサイク大統領みたいな顔してたな。で、今日あれやね、ラルクの新曲発表されたよね。可愛いは作れる。ブサイクは作れない。これ簡単やね。いや、これあれ、キーボードで打ちたいね、これ。こう、文字選択制やとさ、わかりやすいから。そういう本物のブサイクやね。黙れ小僧。喋れ。いや、ここ見ずに行きます。喋れ。大人。いや、ちゃうね。じいさんか。喋れ、じいさん。何か言え、じいさん。違う。マジ？何か言え、じじい。マジ？じじいな。あ、そう、小僧の反対は、そうか。じいさんやったらちょっと丁寧になるから、小僧、子供やったらじいさんやけど、じじいになるね。小僧やったら。よし、行くぞ。また行こう、みたいな。いやー、ちょっと待て、みたいな。ちょい待ち。ちょい待ち？いや、ちゃうね、多分。よし、行くぞ。よし、行くぞといえばあれやね。バイオの歌、歌ってるね。これむずいな。ラルクの新曲、あれやね、エデンズゼロっていうアニメの主題歌みたいで、タイトルフォーエバーらしいね。こう、アニソンやからワンチャンスバンドリとかにも来るんじゃないかなって予想してます。待て、行くで。これ？待て、行くでじゃないんか。ちょい待ちとかじゃねえんな。むずないこれ。ヒントない、ヒント出します。ちょ待てよ。あ、ちょ待てよか。キムタクのあれやね。ちょ待てよ。こんなブスやったっけ、キムタク。たらこ唇やね。世界の終わり。なんちゃらの始まりやろ。ちゃうの？世界の終わりやろ。イノベーションみたいな。5文字やろ。いや、急にむずいで、これ。ヒント出します。島歌とか歌ってるアーティスト。島歌歌ってるアーティスト。ビギンじゃない、これ。ビギン。いや、ビギンって、これ、あ、でもビギン、いや、待って、これ、ビギンってこう。いや、そうなんかい。わからなかった、ビギンのあれが。平成ジャンプ。あ、こう、もろそう。おい、黙れ。地へ沈め、みたいな。ちゃうか、惜しいな。地へ沈めじゃない？地に、這いつくばれ。めりこめ。地に、め、あ、地面にめりこめ。地面に、めりこめ。あ、これ簡単や。ビギンがむずすぎた。おい、黙れ。地面にめりこめ。やばすぎ。レッツ腹筋、一人でできるもん。いい年した大人たちが、ガン首揃えて、このざま？あ、このざまか！いや、むずい、これ。いや、かっこよすぎ、この少女。遊戯王。遊戯の反対は、仕事？仕事の王の反対は、奴隷？仕事奴隷じゃない？あ、労働奴隷か。労働奴隷。いい線いってるね。奴隷ってどれ？これ？合ってるぞ、これ。奴隷の漢字わからへん。労働
ちか、どれ、こっち、あーせーん、どうどうどれ、かわいそすぎやろ。これラストにしようか。タツトリ、後を濁さず、部数の、ちょっとヒント見ます、ヒント。自分のやつ印付けるもの、なんていうか、そういうのテイスティングじゃなくてマーキングか、マーキングなん、え、なんか微妙じゃないこれ、あんまちょっとよくわからんね。後味悪いから次のやつで終わるか。うわ、汚ね、汚ねえなこれ。先生トイレ、君たちは、君たちはトイレの逆やろ、教室ちゃうな。君たちはお仏ではないよ、少なくとも。カタカナね、トイレの反対で、だからキッチンじゃなくて、うんこ、うんこになるのこれ、うんこではないよ、うんこなのこれ、うんこなんや、人この先生最低だろ。でもまた私はスーパーマリオブラザーズ、あ、これやりたいね、これやりたい、これやるか。スーパーマリオブラザーズ、ノーマル、スーパーなんだけどノーマルか、マリオがルイージ、阿佐ヶ谷姉妹、ノーマル阿佐ヶ谷姉妹、これ見た感じ阿佐ヶ谷姉妹しか出てこないんだけど、絶対これやん。いや、ノーマル阿佐ヶ谷姉妹、阿佐ヶ谷姉妹は常にノーマルじゃない、ノーマルレアってこと。美人は3日で飽きる、ブサイクは、あー、ちょっと待って、ブサイクは3日で満足ちゃうか、消えるではないな、慣れる、そういうこと、慣れるの、あー、なるほどな、うん、もうやばいな。女子会、女子会の逆、戦争みたいな、何やろ、男塾、男塾、いや男塾俺知らんのよな。よし、終わるか。ありがとうございました。シンガポール、あー、それそれ、シンガポールには国際空港たくさんある。ズンズンズダン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